中田近郷より下流方、右手は、平方企業団地船橋側は、大阪府平方市を流れる淀川水系の一級河川である。波長するほ谷川と共に、平方市街地北部を貫流する。平方市東部の神奈美山西六を、水源都市北西流する。源流部を抜けてすぐが、長尾駅周辺の住宅街となっており、区域内にある、長尾大池とは、 右岸から接続している。長尾駅周辺地区を抜けると、長岡区町の手前より西へカーブし、八幡橋より河川幅が広がる。国道1号の船橋側橋を越えると、左岸に新大池を見ながら、正代、田地下の平方企業団地を囲うように北へ流れる。企業団地の北端が中の池公園と隣接しており、長岡区町より流れてきた。 巡洋河川車谷川を合わせる。中の池より下流では、右岸の船橋川緑道に桜並木が整備されている。船橋地区の市街地を通り、牧野北と都井の上の不衛住宅を抜けると、川口の淀川となる。流路延長7 5トルのうち、八幡橋より下流5 2 4 3ルが一級河川に指定されている。 八幡橋より上流部については、八田川と呼ばれ、平方市管理の重要河川に指定されている。船橋川は、1917年9月末から10月に、かけての暴風雨によって、淀川が広範囲で大洪水を起こした際に堤防が2度、決壊し、流域に浸水被害をもたらしている。現代においては、同じ平方市内を流れる天の川流域、 ホタニ川流域と異なり浸水被害の記録がない。流域では都市化が急速に進展し、特に1962年により、中流岸の正代、田地下地区にて、平方企業団地の造成分譲が進められたことを契機とし、開発計画対策事業として1970年代にかけて全区間の河川改修が進められた。その結果、近隣河川よりも早い段階で、 全区間が時間雨量80ミリメートル対応の構造となった。国道1号の船橋川橋を境に上流が掘り込み区間、下流が築定区間となっている。また、下流域の正大、田地下地区から西船橋地区にかけて流路に重なり並行する形で、新名神高速道路の整備が予定されている。当初は、 解策工法によって建設する予定であったため、周辺住民の環境悪化への懸念に対応する目的で佐賀に船橋川公園を、下流佐賀及び右岸に船橋川緑地をそれぞれ整備する方針とし、1995年7月7日に告示された。しかしながら、その後新名神の工事は、地上部の解策を伴わないシールド工法へ変更されたことに伴い、 財政上の都合から道路事業に合わせた事業化が困難となり、2016年に見直しの対象となった。そのため、高速道路の付帯施設において、緑地整備の方向性を模索し、個別に西日本高速道路との協議が進められている。八幡橋より下流方北山の新興住宅街より上流を望む。奥はポエム南京上流より記載。ありがとうございます。